ンドリュー・ライアンの会社の印象はどうだ。ヤツがここを作り上げ、死ぬまでここを動かすのか。ヤツは気が狂ってしまったのかもしれない。権力が穴となってしまったのかもしれない。もしかすると、ただ単に人間が嫌になったのかもしれないな。どっちにしとって、ね、いい連中は死んでしまった。僕の数は本店に生産に隠された潜水艦の中で。プレゼントを持ってくるのだけは伝えておくわ。
あなたがリトルシスターだと思い込ませれば、あなたを守り戦ってくれるでしょう。敵を凍らせてからバラバラに破壊してやりましょう。前に連絡してきて釣りに誘ってくれないかって言うんだ。バカだろ。だけど不当の親方の事務所に行って俺様のためにリサーチカメラを見つけてきてくれれば誘ってやらんこともないんだがな。なんだおい、お前行かれたか。Thank you.
だ。踏んで痩せると見続けろ。お前の命をつなぐ何かが見つかる。さあカメラを撮ってきて、天井を這い回ってるやつの写真を撮ってくれ。そしたら漁場に入れてやるよ。忘れるなよ若いの。お前からわずかでもフォンテインの匂いを感じたら箱詰めにしてやるからな。アクロスがお前のことを保証しても俺は簡単に信用などせんからな。大の大人が幽霊を見て飛び上がるとは笑えるな。フォンテインは死んでいる。やつが死んで何ヶ月か。まだやつの会議に怯えている連中だよ。ダイアンじゃないぞ。まあ気にするな。私たちにはやるべきことがあるからな。リーチの人数はもうすでにプラスカメラを置くために走っている感じだったから。リーさんの用事を終えるまではあっちも君の腹にナイフを突きつけるのを待ってくれる。追いかけ続けてやる。いつまでも。関してはどうにかしなければなりません。私が不動産や魚の先物取引に手を出している間に遺伝子型やヌクレオチド配列を買い占めていたようだ。ラプターは変化し続けている。グレートチェーンが私から離れていくようだ。今はそれを引きずり返さねばならんときだろう。
ファイティングマクドナーに来て、部屋のナンバーは75。